さんこんにちは、岩本恵美香です。さあ始まりました、ペット図鑑。大好きなペットと暮らしたい、そんな皆さんの参考にしてもらえるよう、私がいろいろなペットを調査紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内にはワンちゃん猫ちゃんのほか、小動物や爬虫類などおよそ500種類の生き物を扱っています。ズースクエア静岡の公式インスタグラムでは入荷やイベント情報をお届け、フォローして最新の情報をチェックしてね。ここからはズースクエア静岡の小野寺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい。さあ私の好きな亀コーナーにやってきました。やってきましたね、はい。まあ、今回は本当に待ちに待った待望って本当言えるぐらいの亀がやってきました、うん、はい。それは何でしょう。それはすっぽんもどきという亀なんですよ。すっぽんもどき、はい、すっぽんもどきってことはすっぽんではない。すっぽんではないです。え、もうすっぽんもどきという種類なんですよ、うん、へー、はい。まあ、年々ね本当に入ってこなくなってるんですよ、こういうお店に。え、ってことは少なくなってるっていう、もう今ではもう激レアぐらいの感じになってきちゃってる亀なんですよ。今ちょうどここ水槽の前に来てくれてるんですけど、はい、いやなんか特徴的なお顔してますね。そうなんです、やっぱ亀なんですけど、うん、やっぱ他のねこういった陸場に上がってるような亀とは違って、はい、やっぱそのねここの足のところとかも、うん、やっぱ全然か違うし、はい。まあ、あとなんて言ってもこの顔ですよね、うん、魅力が詰まった亀さんなんで、うん、かわいい。まあ一概にねほんとすっぽんもどきって言ってもいろいろなことが語れる亀なので、はい、うん、まあちょっとずつね詳しく話したらできたらなと思いますんで、はい、はい、ありがとうございます。まあ、ではまずは基本的な飼い方を教えてください、はい。実はですねこのすっぽもどきって最初お話ししてなかったんですけど、うん、めちゃくちゃ大型になるカメなんですよ、はい。え、そうなんですか、はい、このサイズじゃないではないんですね。どれくらいになる。もう本当60銭とかもこんななんですよ、だからやはりですねやっぱそれなりに覚悟はやっぱ持たないといけなくて。そうですね、はい。まあ、今はですよ、うん、今はまあ赤ちゃんベビーサイズなんで、なるほど、この30センチのキューブ水槽に収まっています、うん。まあ、今当店ではこれを使ってるんで、まあ、これをベースに話しさせていただきたいんですけど、はい。まあ、こういった水槽がありますよね、うん、ただまあやっぱり寿命も長い分ですねゆっくりゆっくり大きくなってくるんで最終当然これでは飼えない、むしろこれぐらいのレベルの大きさになっていくっていうことを考えてもらうと、はい。まあ、最終的にはまあ水槽も買わないといけないんですが、まあ、まずはねこういう小型のところから始めることができます、うん。このカメっていうのがですね他の今まで紹介してきたカメと違って完全水生っていうところですよね、うん。まあ、ずっと水の中に暮らすという陸に上がることはないので、はい、なので陸地を用意する必要はないんですよ、うん。ただ水はねもうちょっとこれ深くしてもいいと思うんですけど、はい、水を常に張りっぱなしなんで当然水替えをしないといけないじゃないですか、はい。水替えの頻度を減らすためにフィルターがあったりとか、うん。今これはね投げ込み式フィルターっていうのが入ってるんですけど、まあこれでもいいですし、まあ、メインのフィルターをつけてこういったサブフィルターをつけるのが一番ベストではあります。なるほど、水をちょっと大事にした方がいいですね、はい、水大事にしたいですね、はい。他に何か用意するものってあります？あとはですね特にこのぐらいの時期っていうのはやはりね、うん、水のその温度っていうところすごい大事になってきます、はい、はい。まあ、病気の予防にもつながるんですけども、まずヒーターをねしっかり入れていただくことが必要です。でヒーターで水温を、まあ、通常熱帯魚は26度とかねそれぐらいでいいんですけどね、はい。まあ、できれば温度は30度一定にしたいなというところが、まあ、ポイントですね、はい、はい。ありがとうございます。では用意するものは結構シンプルっていうことなんですね、はい、シンプルですね意外とね、はい、はい、ありがとうございます、はい。では気になるのは餌なんですけど、はい、何を食べますか？そうなんですよ、このね餌っていうのはすごい大事なんですけども、はい。まあ、特にねこうやって国内に入ってきてこのサイズ感でってなると餌をねあんまり食べないよっていう子が多いんですよ、うん。ただ、まあ、当店の個体はだいぶ入荷して時間も経って餌もしっかり食べるようになったんでいいんですけど、うん、草食系統が強いんで、まあ、プレコフードだとか
まあ、あと普通に亀の餌も食べたりするんで、うん、意外と雑食で何でも食べたりするんですけどね。じゃあそこのあたりは結構楽な感じですね、はい、そうです。一回餌付け始めるとしっかり食べてくれるんで、うん、ただですね注意はやっぱり温度が高い方がいいので、それも温度下がってしまうと、まあ、他の爬虫類と一緒でやっぱ食べる体力が失われてるってところもあるのでね、やっぱ水温は高めにしておいてもらって餌食いが良くなってくると雑食性で何でも食べてくれるのが特徴です。はい、はい、ありがとうございます、はい、では最後に飼うにあたっての注意点を教えてください。はい、注意点なんですけども、まあ、特に、ね、このぐらいの大きさって、ね、結構難しいと言われてますが、まあ、しっかり、ね、水温高めにとってもらって、餌を食べていれば、ね、全然丈夫なカメさんなんで、まあ、そこはね注意していただいて、まあ、長い目でね、管理をしていく、お世話をしていくことになるので、まあ、しっかりね大きくなるっていうのを、まあ、頭の中に入れながら、楽しんでいただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では皆さんも注意点に気をつけて大切に飼ってください。小野寺さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは本日のワンポイント、本日ご紹介するのはこちら、ことぶきから出してますセーフティーヒートセットという、ね、ヒーターです。まあ、簡単にお話しするとですね、こちらがまあサーモスタットで、こちらがヒーターに、まあ、分かれているものになるんですけども、こちらですね、先ほどすっぽんもどきで水温が、ね、30度ぐらい欲しいよっていうお話あったんですけど、19度から31度までこちら手動で、ね、調節が可能なヒーターでございます。やはりね、高水温で飼育したい生態がいる場合は、まあ、こういった僕らでね、操作ができるサーモスタットがついていると大変便利なものになります。まあ、これからはですね、ヒーター必要になる季節になってきますので、ぜひね、充実したラインナップの当店にね、ヒーター一回見に来てみてはいかがでしょうか。以上、本日のワンポイントでした。今回はすっぽんもどき紹介しましたが、いかがでしたか。いや本当に見てるとね、愛らしい顔してるんですよ。癒されますね。すっぽんもどきは貴重ということなので、飼ってみたいという方ぜひ見に来てみてください。それでは次回もお楽しみに。